これは、レイヤユイ、レンなどといったみんなが、幻想入りする前のお話です。レイ、お仕事行くよ。わかった。ん？どうしたの？お姉ちゃんすごく言いづらいんだけど、私、昨日すんごく怖い夢見たんだよ。え？それ大丈夫なの？いやまあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、なんかね、調子が悪いんだよね。レイ、今日は休んだ方がいいんじゃない？私から調子が悪いって上の人に言っておくから。いやでもお仕事は楽しいし、別に大丈夫。お姉ちゃん。あのね、よく聞いて、レイ。調子が悪かったらお仕事は禁止。わかった？とは言ったものの、これからどうしようかな。これじゃあお仕事行けないし。やっぱり、私のことは置いてお姉ちゃんだけでお仕事行ってきたら？ダメ、レイ一人で何するかわからな。まったく。何喧嘩してんだか。え？お仕事来ないから迎えに行ったろうって思った境から迎えに来たのに、まさか風邪ひいとるとはな。時や？何さ、それくらい風邪でもひいてるのか？いや、それがね。なるほど、そういうことなら例のことは先にでも言っておくよ。え？サキさんって今日休みなんですか？休みだけど、なんかあるかしら？サキさん。いや、あんま驚かせたんなや。サキよ。ごめんね。まあ例のことは私に任せておきなさい。その代わり時や、あんた私の給料少し増やしてよね。わかってるよ。1000円くらいでいいか？大丈夫よ。あ、そういえば私仕事あるんだった。なんとか電車に間に合った。にしても、このネックス号、なんか見たことない車両やな。なんだろうか。それに車内清掃もするっぽいし、会社に間に合わないかな。こや、まあ、いいや、上司に怒られるのは覚悟の上で会社に向かおうかな。よし、今日も気合い入れて会社に着いたら常務の看護してから常務に励もっと。てかとりあえずなんて言い訳しようかな。なんか下手したら首にされそうだし、マジでどないしよっかな。